ダメかも。ちょっと待ってね。聞こえてる？えー、キュンです。一輪ヤッホー、おつみち、えみちヤッホー、みきさんヤッホー、こんばんは。フリクション、あ、フリクションさんヤッホー、久しぶり。え、聞こえてる？ずっと待ってるよ、ありがとうえ、聞こえてる？あ、姫は聞こえてない。聞こえてんだ。え、これは使えてないってことかな。マイク使えてないかも。ヤッホー、大吉ちゃん。ってなってる。ちょっと待ってよ、みんな。安定のいつもの最初のこっちか。来た？ああ、ダメだ。聞こえてる。です。どれだろう、これ合ってないかな、はい、どうした、どうした。どうした、どうした。あ、結局ダメ。何、今日誕生日の人。おーい、今日の主役誰？メチは耳は遠いかもしれん。え誰誰誰誰が今日誕生日なの、教えて。メサ聞こえてますよってあった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 。あよいしょ。リュウキ誕生日なの、やば。リュウキおらん、ゆうきくんがいないですよ。今日はいつもと違ったあれでダメだな。りゅうき、りゅうき、りゅうき、ザーってなってる、ザーって。ああ、まこっちゃんからめっちゃ LINE 来てる。パンくんが姫の目の前にいる。姫ちがナースだったらよかったものやば、姫ちがナースだったらやばすぎでしょ。治るもんも治らんくなるに。あ、それはちょっと。みなちゃん久しぶり、こんばんは。あ、マイクが忘れた。汗、せっかくうまくいってたのに自分で動かしちゃったせいでうまくいかんくなった。くそー、来たー、コーチのブック買ったー。姫の一番の大きなお買い物。いダメだな、ちょっと待ってね。おれれ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 こっちはなかったっけ。ミステイクしてるとこない。姫なぐみプレゼント、え、なになになに、え、やば。今日のね、当たってたね。姫がナス、ナス調理やほー、みなちゃん久しぶり、嬉しい。姫なぐみプレゼント、やばいね、それはやばいね。姫の一番の、あ、ダメだね。今度はいつも通りのダメなやつ。愛知県出身です。一緒、フリクションさん一緒だね。こっちに来れば半額。え、でもね、これもね、アウトレットで買ったから半額ぐらいで買ったよ。ヘロー、ひめちゃん、ヤッホー、店ごとはやばいね。カンターチーフ、いいよ、こらせ。
よっこらせよしよしよ。 A さんこんばんはって言ってる。こうさん、以下省略さんお友達エイジアザースって言ってる買ってくれんの嬉しい。やっぱ原因が分からんでな、難しいな。部品え、なになに、豚になったの、どうしたの、何があったの、なんか大丈夫、すごい心配なんだけど。エイジアザースって言ってる安定の初めのうだうだ、安定しろ、安定してくれ。あ、安定した？あ、あ、あ、ダメだ、安定しないな。日本19時11分。はい、え、それ何何何何、あ、来た、え、急に聞こえるようになったんだけど、え、でもブチブチ音が安定に途切れる。19時11分です。姫の、あ、姫のこと知って、まだ食いすぐる、ありがとうございます、よろしくお願いします。やばい、全然ダメ、愛知県出身で、チェルシー、やっぱめちゃブチブチ言ってた、やば、見えるシーンが全て終わった、最高じゃん、帰る分には最高じゃん。17時12分、どこに住んでるのサヤングさん、長居できない、いいんだよ、無理しないで、仕事お疲れ様、ありがとうね、質問のやつで見たよ、手足でパン君がミキサーやってる、え誕生日にしてきたリュウキー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアリュウキー、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。全然マイク使えないね、あめ、ダメだ、リュウキー誕生日おめでしょう、おめでしょうって言っちゃった、インドネシア、あ、そうインドネシアだった、言ってたね、言ってた言ってた、おめでとう。みんなへの質問見たんだけどさ、うん、何何何、回答見たんだけど、何何、やっぱ right やっほーだけちゃぱちゃぱちゃぱちゃちゃちゃって言ってる、あざーすって、何が原因なんだろう、これやっぱ分かんない。舞台って緊急事態宣言延期したらどうなるの、それでも絶対やるって言ってたよ、絶対やるけど、もしかしたら配信になっちゃう可能性はあるけど、でも何が何でもやるとは言ってた。まだ同時姫いくつだ、俺より年上だ、回答が大人すぎる、あはは、質問コーナーのやつ嬉しい、リュキアザースパチ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 、ライッハハ、ちゃんと聞いてくれてて嬉しい。うわね、大丈夫それ、ゆうくん空気は溜まる、今空気を抜いてる、2だ、やば、たまに、え、本当に大丈夫それ、やばくない、めちゃめちゃ大丈夫、昨日だったら、Rights! 昨日誕生日だったの、 Happy birthday to you! Happy birthday! え、本当に誕生日、誕生日なの、まあ元気だから大丈夫、本当にショールームいろいろ変わってる、本当変わってる、めちゃやっほーやっほー、セトリーチやっほー、まっちゃんダメだな、マイクが使えないの、2だマイクがうまく機能しないの、2だ、安定の機能しないにだ、機能してくれにだ、何が原因かわからないにだ、ほい、ダメだ、ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday to you. Happy birthday, dear rights. Happy birthday to you. おめでとう。
日本語は難しい。でもめちゃくちゃ上手くない日本語。ひめちゃんかも。今日は寒いですね。暑く寒いですね。確かに暑く寒いかも。ひめのショールームルグだけ、本当にもう無理しないでね、マジで。何ヶ月も開かないでわからんもん。確かにこの前演奏でお母様がお顔出します。すごく綺麗なお母様です。本当？母はよく言われる姫より綺麗って言われる。頑張ってください。ありがとう、レッツチーライツさん、パチ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 、おめでとう。ライツ、ライツ、おめでとう。間に合ったか。全然間に合ってるよ。安定にマイクが使えない。何だ何だ何だ。安定のマイクが使えない。悲しい悲しい。姫にいたナース探そう。爆笑。見つけたら写真撮って送ってね、一緒に。なんでなんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。マジわかんないんだよね、理由が。もう時の運だもん。なんか今日ダメな日な気がするこれ結構ダメな気がする。今日はマミーも綺麗だけど、姫も綺麗って言ってくれる。安定の最近の初めのグダグダ時段、時段って言っちゃった。時間初めにできるかできないか、このマイクを使えるか使えないかわからない時間が生まれる。なんかね、携帯につないでるとダメなんだよね。アクションの稽古はどこでされてるんですか。あのうちの師匠のね、あのあれだよ、事務所、新しい事務所があるんだけど、そこでやってる。こっちにつなげたらなんとかいけるかな。ミダは流行りなのか。全然タイちゃんこんばんは。ヤッホー、まさかつち、お疲れ様。姫も綺麗だぞ。本当に思ってるのかな。本当に思っててほしいな。それ知ってる。なになになに。えい、お、あ、あ、ダメだね。ダメだね。安定しませんね。原因なんだろうな。これかな。です。あ、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 やっぱね、携帯に繋いでなければいけるんだけど、今日休みなの。そう。めっちゃ可愛い。ありがとう。じゃん。めっちゃあの基本的なマイク、まさに。気分屋の前、そう、バリバリをしてる。バリ今日は仕事休みってか、あのそう、はい、あの稽古が休みだったの携帯につなげるとダメなんだよね。携帯につなげなかったらすっごい安定するんだけど、携帯つなげるとダメなのはなんでだろう。でもこういうあれなんだよね。ひめちゃんメガネかけて。ひめちゃんメガネかけるとさ、すごいそっちにあれなんだよね。ちょっと待ってよ。あ、え、知らない知らない。来い来い。あ、来たんじゃないこれ。え、ねえ、みんなどっちで、こっちで、どっちで聞こえてるんだろう。歌おうとしてるの。歌おうとしてるダメですか。姫のTikTok 本当楽しみにしてくれてんの。それはめっちゃ嬉しい。携帯のせいなのか。あ、でもなんか来た、なんか来たんだけど、なんで。鼻につなげたらいけるかも。確かにって、おい
え、これいけたんだけど、なんかあ、ちょっといいの、いいかも。え、どっちで聞こえてる？あ、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 マイクから聞こえてる？それともあれかな、ディスる要素が、え、待って、携帯せない、ごっつい金魚すく、金魚すく、エコーになってないから、どっちだ、よく聞こえる、マイク、マイク、やった、待って、これでエコーになったら、これ、あ、あ、あ、切れた。え、なんで、怖い、あ、あ、誰、男、マイク・タイソン、切れちゃった、もう一回やってみる。ああ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 あ、これでやるよ。切れた。すぐ切れた。来い。え、来た。怒らないでマイクさんって。ほら。切れた。やっぱダメだこれ。どこか切り替えスイッチか、そういうこと。ああ、これでも、ああ、おお、エコ、ああ、切れる、ダメだな。これもう一回ここ切ろう。ドゥスドゥス、きた。クラン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 、ヤッホークラン、きた、ヤッホーエティ、皆さんずっとついていきます、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです、50巻とお待ちよ、ありがとうございます。来たー、やる気スイッチ探そう。この姫の機械のやる気スイッチ、誰か探してくれ。こいつです。なんでだ。やっぱり姫なのか。あ、これ。あ、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 ここはゲスト。あ、あ、あ、ダメだ。なぜ一回切らないすぐダメになるのか。それな。はい。えい。気まぐれのマイクですね。それな。カンタチアハメチの頭でハレーションハレーションハレーション。ハン新幹線って何？みんなバカなの？バカなのかな？バカなのかな？大吉鼻だな。ん？何言ってんのかなみんな。アホなのかな、アホだね。リンダイチヤッホー、なんかめっちゃ久々の人がいっぱいいて嬉しいんだけど、今日やば、なんで今日そういう日。食事でも、おう、そのまま歌えないの。なんか普通のマイクのやつだとさ、音が変に遅れたりとかして聞こえるからさ、嫌なんだよね。なんかミクチャだとその点に関してはすごいね、綺麗に聞こえるんだけど、こっちにもなんかショールームのやつで歌ってると、マイクのこの分かるイヤホンのやつで歌うと、なんかすごいね、変な音に聞こえるんだよね。だからこっちにしてるんだけど、ショールームで歌うときはかゆ。はいはい、また現地なんか行ってるよ。あ、あ、いまだにマイク使いこなせない。それな、まだ200回しか来てなかった。200回も来てくれてるの、さすがだな。あー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 、来たんじゃね。あーあー、来てない、全然来てない。香水のせいだよ。いや、アプリじゃないもん、完全にね、この機械のせいだね。機械のせいっていうか、姫が使いこなすじゃないだけなんだけどね。ベンさんがくれたんだよ、使いこなしたいのに全然使いこなせない、こいつ。使いこなさせてくださいよ。こっちだとダメなんだな。こっちだといいんだな。パン君のヒゲから妨害電波があるのか。姫の顔見れるが幸せ。え、めっちゃ嬉しい。アプリのせい。誰？何これ？ケイスケ？ケイスケ誰？
知ってから年数を確かに200、確かにニューアルバムレコーディング違うね。じゃあ銀一ですれば治るんちゃう。確かに確かに、えい、さあ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 、ああ安定してるぞ。ああお安定してるぞ。これで最後、これをケスケ同じ事務所。そうなんだよ、それをねこの前なんかチラッと言いかけたの、危なかった。あ、いけたんじゃねこれ。これいけてるんじゃね。またほら知った頃ってまだ芸能活動して、芸能活動はねずっとしてたんだよ。そう、芸能活動はずっとしてて、同じ事務所にもずっといるし、そうって感じ。ひめちゃんこんばんは、出遅れた、やあめさめさちゃん、お疲れ様。いけてる、いけてる、やっと来た、みんな来ました、とうとうマイクが言うこと聞いてくれました。最近タッチ見てるんだ。え、音ちっちゃい。これで音でっかくなったでしょ。ああ音大きくなったでしょ。なった、いけた、いけた気がする。音大きくなった、え音量上げた、どう、音量上がった、てるーてるー、あそう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 、なんかちゃん懐かしい、なったでしょ、なってない、え嘘、ピエン上がった、よかった、あ、あいい、いいかもしんない、イエーイ、音霊、え音霊なんていうの、音ちっちゃい、なんかそちらのやつ上げていただいてもいい、みんな音ちっちゃい、やだ、姫の方めっちゃでかいんだけど、なんで姫の方めっちゃでかいんだけど、なんかもう大学院生だしね。確かに、なんでその機械トラブルで30分以上かかるんだよ。確かに、え逆に30分経ったら安定するとかそういうのあんのかな。お猿さん可愛いです、可愛いの、そうなの、うちのお猿見る、エコーがないけど今ねエコーかけてないのよ、ちょっと待って、お猿さんおいで、お猿さんおいで、これうちの猿さん、これうちの猿さん、可愛いでしょ、こちら音量上げたからよかった。これでエコーかかる今日。ああほら。ははは。こばば祭でなおかにサインもらった。そうなんだ。なおかちゃん地元一緒だからな、うち。姫猿。そう。これが本物の姫猿。これでしょ。お猿ち、お猿ち。キャーかわいい。これが姫猿の元。姫が小学校、小学校1年生ぐらいの時から持ってんのこの子。めっちゃかわいいの。で最近姫がまたタッチを見てるって話ね。タッチ見たことある人、あーまだ和也くんがいます、タッちゃんが、でフォローしました、おーアマチュアス、嘘だね、今じゃないね、もともとだね、偽物ってあるの、偽物男の子、いやそれはね、あの内緒らしい、内緒にしてって言われてる、そう、欲しいレプリパ、レプリパってちょっとおばあちゃんにもらったの、そうおばあちゃん家にあって、えー、これかわいい欲しいって言ったら おばあちゃんがいいよ持っていきなって言ってもらって、そっからもずっとタッチ最高ですね、もうタッチ大好きなんだよマジ、持っていけないのゆうち、そうなの、ちょちょちょっとちょっとちょっと、そのタッチじゃないね、ザタッチじゃない、それ性別不詳リアルタイムであるわさ、タッチどういうこと、あるわさ、あー見てたってこと、幽体離脱、それじゃないね、涙くん彼に告げて、愛はずっと、愛がずっとだ、一人ぼっちよっと、あああここの方がいいね、姫、え姫ね朝倉めなみになりたかったの、手遅れ、てててれ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 てててて、ちょっとちょっとちょっと、いや笑ったらやめとけやめとけやめとけ、危ない危ない、なんで朝倉なんだ、えめっちゃだって
よくない？サバサバしてるし、性格いいし、みんなから超好かれてるし、伊藤麻子さんじゃないかな。朝倉みなみイコール伊藤麻子さんじゃないかな。伊藤麻子さんも朝倉みなみちゃんに、憧れてる部類の方だと思いますね。はい。来世パンチになりたかった。パンチ笑った。朝倉みなみになるには手遅れだな。悲しいね。悲しいね。なんで？朝倉みなみになりたい。髪型も朝倉みなみちゃんに寄せてるの、姫ちゃん。ずっと。でしょ？いい感じに朝倉みなみでしょ？朝倉みなみ体操で足回るか。回し蹴り。確かに確かに確かに。そう。体操ってか、新体操やってんだよ。朝倉みなみ。ちょっと待って。カーテンが若干開いてるから閉めてくる。呼吸を止めて1秒あなた真剣な目をしたから。野球漫画風恋愛漫画、姫逆だと思うんだけど、恋愛漫画風野球漫画だと思ってんだけど、タッチ。 姫さんそわそわしてると思いますが、うぃ。 嬉しい。朝倉海にならなれるんじゃ。 朝倉海さんにはなれないかな。 海さんにはなれないかな。朝倉みなみマジでいいね。みなみちゃん大好き。朝倉の字が違うからな。残念。勉強あくびしてるのかわいいね。そういえば5月6月の姫猿のカレンダーかわいい。あ、違う。姫のカレンダー。姫猿じゃなくて。ご飯食べてきました。お帰りなさい。あー、猿がいる。やば。やば。何これ。やば。初見なんだけど。タッチははっきりしなくてイライラしたけど。あれがいいんだよ。優しさだから。彼らの。タッちゃんとカッちゃん。は完全にたっちゃんがタイプ。おばばーって言って。優しさだから全てが。彼は優しさからできてる。上杉達也くん。パンくん。H って言ってる。H2 だと？H2 だと？でも H2 自体の終わり方があんまり好きじゃないんだよね、姫。H2 で最後さ、そんな感じで終わるのって感じじゃなかった？まちゃーんって言ってる。浜辺美波様にはなれるんじゃ。やば。ならせていただけるの？オッケー、メソメソチ、いってらっしゃい。マイク生きたのに全然歌おうとしないやつ。ちょっと飲み物取ってくる。そしたら歌おう。待ってて。お水なくなった。あと1曲寝てて、あと1時間は歌わせん。なんかタッチの歌ないかな？タッチ以外。本当に？ それはやばくない？ゆうくん。それはやばくない？だいぶ盛りすぎじゃない？タッチは大きい声出すからな。窓閉まってるか見てくるわ。20時過ぎぐらいまでやろうかなって感じ。思い出がいっぱい。愛が一人ぼっちって歌が好きなんだ、タッチの。愛が一人ぼっちかな。愛が一人。ないわ、愛が一人ぼっち。あと、一人ぼっちのデュエットだっけ。涙くん。なんだっけ。なんで歌かわかんない。一人。背番号のない、歌えないんだよね。さすがだね。さすがだね。
シャバンゴのない歌えんのかな。シャバンゴのないし、タッチの青春ヒューも好き。あんのかな、マジないんだけど。青春、青春アミーゴとか出てきそう。若さは素敵と、あったー。え、歌えんのかな姫これ。か固まった。あ、固まったら一回あれやると。学園天国とか赤いスイートピーが一番なってんだけど、なんで TikTok で TikTok ライブできない。できたらいいんだけどね。君がいなければも好き。あれだいたい泣くんだよな姫歌いながら。君がいなければ来い。あった、これ知ってる。この歌知ってる人も知らない人罰ね。これはあのカラオケの、これまだ歌わない、カラオケのヤッハー松ちいかまは、え、これかな、違うかな。マジこの歌好きなんだ。ちょっと一回歌おう。約束、約束なんか古いねやっぱ。瞬く星さえ涙をためるような輝き、君がいなければ待って、つぼみを開いてく花さえ何の意味さと言えるなら心は軽いよ。
僕だけの宝物。君がいなければ一人ぼっち。しようと思ってここにかかってる。でもこんなもんかな。あ、星のシルエット。ピエン。イエーイ、みんなありがとう。パチ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 。Thank you, thank you。いい曲だな。それな。第一曲いいんだよ。全然いいんだよ。いいんだよ。タッチタッチメドレーしてた。そろそろタッチだな。もうこのぐらいしかない。もうタッチ。パチパチパチ、タッチはわかるでしょ、みんな。パン君でかくなってる？本当？パン君ね、グイーンってやるとあんなでかいんだよ、もともと。パチ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 。で、タッチシリーズの最後。知ってる人まで知らない人バツ。呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから。なるの欲しくのみです。人愛する人を大切にして知らずに臆病なのね。落ちた涙も未来振りすれ違いや回り道をあと何回過ぎたら二人は触れ合うの。
映ってしまえばいいね。深い出方も慣れたけれど欲しくるロンリネス。一人涙と笑顔を測ってみたら涙が少し重くてダメで横顔で泣いてみた。青春はね心の技、知りすぎてるあなたに思いは絡まない。知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。めっちゃ好きだわ。てててて。熱っ、めっちゃ汗かいてるんだけど。カンペ、うん？ここで聞きながら何を言っているんだ？お願いします。え？何が？え？お願いします。あ、目がなんかシパシパしてる目が。What time？まだ52分。あ。タッチシリーズここで終わりです。はるかくん、ポチ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 、ありがとう。これならわかるでしょ、みんな。さすがに。こうきちゃんが、なんかご飯食べてるぞ。ご飯食べてるね。音聞こえる、ひでさん、遅れた。やっほー、お疲れ様です。こんばんは。急を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから。浜崎あゆみさんの待て、目ぼなんだっけこれ、絶対わかるんだけど意図わかんないな。待てね、浜崎あゆみ先に言ってくれたから。浜崎あゆみ V 超絶かわいい。Thank you。 え、ぼかな。あかさたデイズなバラットはひはバラットはなばはばぼぱば何それぼばあはほVVV パパあこれだ。歌えんのかな姫。あー無理だよ。君を咲き誇ろうでしょ、美しく花。一回言ってみよう。だいたいいけないけど、ボーグって言うのこれ。このぐらいの世代の愛はね、無理。歌ってみるよ。知ってる人もいる、知らない人も。君を咲き誇ろう、美しく花開いた。その後はただ静かにしてゆくから。
なんとなく。これで歌おうぜ。次何する？イエーイ、イエーイ、翔太くん、イエーイ、ヤッホー、お疲れ様。今日もお疲れ様でした。余裕、余裕で歌いてんのかな？ギリだと思ってんだけど。すごい。猿も木から落ちる。プチ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 。欲望、オッケー。この前久々にさ、聞いてみたら難しかった。最後に愛が勝つ。待って、よく。すごい。そう、頑張れ。めちゃくちゃ応援してる。三段、いや三段飛びでポンポンポンみたいな。頑張れ。X ジャパン。なんそれなんそれ。愛の神宮だよね。歌えなかったごめん。一度はあの光を見たんだよ。とても綺麗。思えば汚かった。あれはいわゆるバッドドリーム。光が眩しすぎて周りが見えず、ただただ日々を棒に振ってたあの日、今だから笑えるよ。シャイアにそれに勝つためにただ嫌なやつで、そして気がつくと真っ暗な部屋に一人ぼっちだった。終わったもう戻れないなんて歩くのもやめた。でもあのアロン、あのアロン、ウィナーウィナーウィナーアロン、お金じゃ買えないもの手に入れて、もう一度光浴びて、そして今度は騙されるように、僕らは今目指すよ。欲望に満ちた青年団、誰かが言った言葉、それすらその時は流して、今になって気づいたよ。欲望に負けた少年団、
上向いて歩く。もう一度光浴びて、そして今度は騙されるように、僕らは今目指すよ、欲望に満ちた青年団。誰かが言った言葉、それすらその時は流して、今になって気づいたよ、欲望に負けた少年団。パチ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 、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あと 1,2 曲で終わります。目がそして喉が痒い。はそれいいね。 I love you 歌えないな、待ってくしゃみです。はい、あー4回あー歌えないな、ともにも。あーどうしたのパン君、ダメだよ。あーこれマイクのせいだから、お願いだからカリカリしないで。はい、パン君遊びたいのはわかるけど、じゃあわかった、あと2曲ぐらい、1曲ぐらい歌ったらもう終わるからさ。あドライフラワーいいね、オッケー。歌えないかもだけど、喉かゆ。ちょっと違ったらごめんね。じゃあこれで終わろう。あ、愛子さんの曲。じゃあこれとその愛子さんの曲で終わろう。
の私もどうかしてる。暗闇に色彩が浮かぶ。赤き青色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた変わる。何がいい、みんな。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとう。愛子さんの曲だったらみんな何がいい。バリ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 、 Thank you, thank you, thank you, thank you。 向かい合わせって曲がめっちゃ好き。ボーイフレンドもいいね。歌えるかな。めっちゃ難しいよね、ボーイフレンド。あ、カブトムシっても言ってくれたね。でもボーイフレンドが先だったからボーイフレンドしようかな。アガサタナハヒフヘホ、あった。みんな違う曲。じゃあこれで今日は最後にします。今日もありがとう。知ってる人もあれ知らない人もある。そうだね。聞いたら分かるかもね。早く会っていたい。あなたとのいろんなことを刻みつけたいくらい。忘れたくないんだと。早く会って抱きたい。全ての始まりがあなたとで本当に良かったと心から思ってる。唇噛んで指で触ってあなたとの傷確かめてたら雨が止んで星がこぼれて小さな部屋に迷い込んだ。Yeah.
ってる帽子かぶってる。だから来週ももしかしたら日曜日になっちゃうかもだけど、今日も楽しかったです。ありがとう、こちらこそありがとうございました。近所迷惑とかならないの大丈夫。めっちゃ音下げてるつもりだけどそれな。ってことで終わるね。バイバイ。ありがとうみんな、ありがとう。好きよ、ミーチュー、ミーチュー、ありがとう、バイバイ。じゃあねー。ごめんなさい、みちぺこり。ありがとう、みなちゃんもお疲れ様、ありがとう、いててくれて。銀ちゃん、ありがとうね。シャト君もありがとうね。久しぶりに頑張ってね。どうしよう、お疲れ様。クランクランクラン、またね。みなちゃん、ありがとう。あ、ひーちゃん、ありがとう。トラさんもありがとうね。トラさんも、あ、ダメだ、鳥さんもありがとうね。言えてるかな。トシ、ありがとうだ。キッちゃん、ありがとう。クロスケ、バイバイ。舞台頑張ってね。頑張るぜ。銀ちゃんもありがとうね。トリさんもありがとうね。みんな、おやすみなさい、行くよ。3、2、1。またね、ありがとうね。おやすみなさい。バイバイ。みんな、ありがとう。みなちゃんもありがとうね。みんな、ありがとう。Love, me too. Bye, Jenny. Takeshi-chan, ありがとう。おやすみ。おつ。